おざっす。今日はですね、モミジ触っていこうかと思ってるんですけれども、覚えてる方いらっしゃいますかね。あのゾウのおもちゃに背中穴開けて、で土入れて、でそこにモミジをぶっ刺してたやつがあるので、そいつが今どうなっているのか現状確認、ちょっとしたお手入れやっていこうかと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。今日触っていくのは今もうすでに見えてるこの像でございます。じゃじゃん、像、100均の像。はいはいはい、じゃじゃじゃーんと、いやー、はい、こういう像ね。で穴開けてもみじ刺してます。でこっちにも穴が開いてて、まあ、一応水は抜けるようになってる状態。本当はね、こっから根が出てくるはずだったんですけど、まだ、まあ成長甘いですね。少ししか出てきてない。がっつり育って持ち込んでいけば、ここから根が出てくるはず。はい。来年に期待かな。で、こんな感じで若干苔も登ってきてますね。で、上もだいぶ徒長してる状態。こんな感じ。一応ね、元気に育ってますよ。こんな感じで。シュールな作品となっております。これも作品と呼んでいいのかどうかね。まあ、盆栽ならね、ここが正面なんですけど、まあ、像なんでね、まあ、ここが正面なのかっていう説もねあったりなかったりします。はい、こういう状況、今日はこいつのお手入れやっていこうかと思います。その前に樹高を測っていきましょう。これを像をね、8と見なしていいかな。8と見なした場合、この背中から樹高を測る。ここね。あ、10センチ超えてる。これ10センチ超えてますね。こんなに小さいのに10センチ超えてみます。これちょっとクリアしたいな。さすがに。7センチ台くらいまで持っていきたい。はい。そんな感じの像さんでございます。もみじだ像。もみじだ像でございます。はい、じゃあまずは足元の掃除からやっていきましょうか。苔はね、残したいんで、この登ってしまった分ちょっと量を減らす感じでね、間引いていって、この登ってる部分を除去していきたいなと思う。終わった、失礼、カメラドンってしちゃった。ちょっと幹を一回外すか。いいね。いいや。外そう。一回外して、全部掃除して、そして様子を見て、また貼る感じにしたいと思います。一回、きれいに掃除しちゃいます。はい、足元掃除しときました。ちょっとアップで見ていきましょう。こんな感じですね。だいぶちょっとね、なんか土減ってるね。なんか隙間がありますね。この隙間を土足した方がいいのか、苔で埋めちゃっていいのか悩ましいところですけど、植えた当初に比べるとかなり立派な足元になってます。これ普通に像から引っこ抜いてそのまま使いたいぐらい立派な足元になってる。素晴らしいね。こっちから見るとちょっと耳が邪魔で見づらいけど、こんな感じの足元になっていますと。いやー、素晴らしいね。これはモミジだぞにしとくにはちょっと惜しいぐらい立派な足元です。豆盆栽にしちゃっていいんじゃないかっていうぐらい。この隙間を土で埋めるか悩みますね。土入れるか苔足すか。いいか、一旦苔足す方針にしましょう。さっき外した苔はもう捨てて新しい苔取ってきます。はい、モフモフの苔見つけてきたんで、ちょっとこれ足します。こんな感じかな。これをここに乗せていくと、ほい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 、よ、ギュッとね。やっぱ緑があるといいっすね。映える。
反対側にも苔乗せていきます。よっとよっと、ほい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 、はい、苔張り終わりました。一周ぐるーっとね、草原感をちょっと出してみました。はい、じゃあ上の手入れいきましょうか。上の手入れ、上の手入れ、まあやることは軽い剪定と枯葉除去とか、枯れてる枝あれば除去とか、まあそんな感じですかね。例えばこことか、ここ、こういう枯れ枝除去、ちょんと。あとここになんかありますね。これなんだろう、ゴミか、ゴミ除去。あとは枝の剪定やっていきましょうか。枝の剪定悩ましいけど、とりあえず、ね、紅葉見たいんで葉っぱはね残したいですと。だから多少葉っぱを残して剪定、上だけ剪定、じゃんと、こんな感じね。これだけ剪定しました。はい、他のところもとりあえず葉っぱついてるところまで一旦切っておきましょう。これ以上伸びても困るんでね、剪定しておきましょう。あと本当はねがっつり切り戻したいんですけど、それはもう紅葉見た後ですね。紅葉見終わって、あー秋だねーっていうのを感じたら、その後全剥がりするんで、その時にまた剪定しましょう。あとここもそうですね、ここも一番下まで切り戻します。よっ、よいしょ。これも微妙なんですけど先端1個だけ飛ばします。よっと、はい、一旦剪定は完了して、だいぶさっぱりしましたね。これで樹高はどうなったんだ、10センチクリアしたかな。よっ、おクリアしてるね。これで10センチクリア。あと微妙なんですけど、ここね4股になってるところがあって、でまあ今すぐ2股にする必要はないんだけど、とりあえずこれはねいらないし葉っぱもついてないんで、今のうち除去しとこうかなと思います。除去しときます。はい、こんな感じね。で最終形がこうでした。はい、だいぶさっぱりしましたね。いいね。葉っぱ汚いのがねちょっと気になるところなんですけれども、まあしゃあない。もみじ綺麗な葉っぱで維持するのがなかなか難しいです。でもねすごいね、成長具合が、足元の成長具合もすごいし、この石灰がねめちゃくちゃ詰まってるんですよね。すごい。まあこの辺は若干徒長してますけど、それでもね1センチぐらいなんで、言ってもね1センチ。ただ切り戻すけどね、ここはバシッと、ここ、これ使えるかな、微妙だな、微妙な長さまあここまでいくかな。紅葉した、紅葉して全剥がりした後、おそらくこことここで切り戻すかな。でここも二股にしたいし、うん、いい感じですね。これも少し枝増えてきたら、ここもねこういう この細身の小枝、こういうのねいい感じなんで、こういうのが増えてきたらもっとね立派なモミジだぞになるんじゃないでしょうか。まだこれ2年目かな、これ入れて、なんで2年目でこの姿なんで、今後に期待です。おそらくもう鉢から抜けないぐらい根っこは回ってるはずなんで、抜くときはもうこの像を破壊するしかないっていう感じですね。個人的にはもうここから根っこバー出てきて、で下にねなんか土台置いて、そこにもう根っこ張るぐらいやってもいいかなと思ってます。でおそらくねここも育ってくると、この今ある丸の切り口、今ある穴じゃ
ちょっと足りなくなってくると思うんで、穴を広げていくのか、もしくはその穴をね、この飲み込む形でこう広がっていってもらうか、放置し続けてね、穴の大きさを変えずに穴を飲み込むような感じでこう成長していってもらうか、どっちかだとは思うんですけど、悩ましいですね。まあ、そこまで枯れずに持っていられるかっていうのもあるんですけれども、今後に期待です。はい、じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。はい、ということでモミジダゾーンの手入れ完了しました。じゃじゃんと、こんな感じで、ね、じゃじゃじゃ、はい、ちょっとね盆栽とは若干違う気はしてるんですけど、これを盆栽ですって言ってドンって出したら、さすがにちょっといやこれはちげえよってなるとは思うんですけど、でも面白いですよね、目は引きますよね。はい、まあ盆栽と呼ぶかどうかは別として、とりあえずこういうのもね、こういう楽しみ方もありなんじゃないかなと思います。記憶には残る、あのゾーンに植えてるやつねって記憶に残る、あの展示会とかでバーッと 見た時記憶には絶対残る。お遊びとしてはありなのかなと思います。お遊びとしてはありなのかなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。